はい、今日新しいゲストをお越しいただいてます。簡単に自己紹介お願いします。はい、株式会社カルテッドコミュニケーションズの堤と申します。事業内容としてはリスティング広告をはじめとした、運用型広告ですね。 Facebook とか Instagram とかそういったものの運用代行という事業と、それのレポーティングツールとか、あとは Google Analytics のレポート作成ツールっていう、SaaS の事業を2本でやっています。はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今回ご出演いただいた経緯としては、見てる方にも結構重宝されそうな業者さんというか、低予算で広告運用をしてくれると。よく全然どんな予算でもいいですよって言ってるとこいっぱいあるんですけど、実際依頼するとあんま受けてくれなかったりする中で、本当に月10万とかそんな予算でゴリゴリ受けてますみたいな、そんなイメージになってます。そうですね。基本的に僕らのクライアント属性でいうと、100万以下のクライアントが 95%、50万以下とかでも 80% 以上とかなんで、ほとんどが5万、10万、20万とか、そういった方がほとんどですね。だそういう人というか店舗とか多いと思うん で、実際一足さんもちょくちょく月5万とか10万で運用してもらえませんかっていう連絡来るんですけど、一般的にはいやちょっとごめんなさいってなるじゃないですか。そうですね。なんでかっていうと、その金額と工数っていうのが比例しないから、5万だったら超楽かっていうと全然そんなことなくて、で500万と1000万もそんな変わらないから、リスティング広告の業界でいうと予算大きい方が時給が高くなるみたいな感覚があるんで、でも一番需要があるのは低予算のところで、僕も塾とか運営してるんで、できればリスティング広告外部にお願いしたいんだけど、塾1店舗で受けてくれるとこないから、教室にいるやつにリスティングの管理画面の維持カードとかを覚えさせて自分でやらせて、でも下手だからやべ予算オーバーしちゃったみたいな、よくあるみたいな、困ってるっていうの一人だったんですけど、そういうの多分結構見てるオーナーさん多いと思うんで、どんな感じでやればいいのかっていうのをちょっと御社の方針とか教えてほしいですね。リスティングもいろいろ昔から歴史の深い広告ではあるので、昔はそれこそ検索クエリ、実際検索したキーワードが管理画面で見れないみたいな時代が10年ぐらい前はあったりとかはあって、その頃は例えば Google Analytics 見て検索クエリ拾って、それを完全値で全部ぶち込んで、要はキーワード数がもう多いとすごいみたいな世界があって、そういう職人芸とか確かにあったんですけど、やっぱ時代が変わってきて、今だと Google とかはとにかくビッグデータ集めるためにキーワードは抑えなさいと、少なくしなさいという風な方針なので、結構皆さん昔の感覚にとらわれて、あれもやろうこれもやろう細かいところまでやり尽くそうって言ってるんですけど、実際5万10万とかの方だとそんなにやっても費用対が合わないので、ある程度割り切って一番効果の出やすいところにキーワード絞って調整していくっていうのが、我々はそんな感じでやらせてもらってるので、コースとしては合う感じです、ね。だから一番顕在層のクエリのところを刈り取りに行くから、低予算だと自然とそうなると思うんですけど、だから工数もそんなにかかるわけじゃないから回りますよと。そうですね。っていうことですよね。結構やっぱ潜在層を取りたいっていう方非常に多いんですけど、正直名もない中小企業、零細企業とかの店舗が潜在層取れるかという話で、やっぱ潜在層でちゃんとニーズあるエリアの方とか、それを欲してる方にしっかり出して、まずそこ取るとこからスタートだよねみたいな、あんまり夢を広げすぎるから失敗するので、まずはできるところをちっちゃくやるっていうのが我々のスタイルですね。ちなみにどんな業種のクライアントが多いですか？僕らの特徴でいうと、いわゆる通販とか EC みたいな最近伸びてるとこじゃないお客さんがほとんどで、ああなるほど、いわゆるエリアに縛られた地方の美容院とか、それこそ税理士さんとか、整体屋さんとか、カーディーラーさんだとか、そういうもうエリアから絶対出られなくて通販に行きようがない人たち、だから予算も大きくならないので小さくて困ってるみたいな人たちがほとんどですね。なるほど。そのエリア限定でリスティング出したいみたいな人たちってことですよね。なるほどなるほど。顕在層を中心に低予算で受けているカルテッドコミュニケーションさん、概要欄にリンク貼っておきますので、今リスティング広告だったりとか悩まれてる方、もしくは低予算で運営したいけど業者が見つからない方はご連絡してみてはいいんじゃないでしょうか。ということでありがとうございました。ありがとうございました。